名前としてさ、かっこいい感じはあるのかな。こんなにない。これも印象違うだろうな。マイナーいいか。どうもこんにちは、ケミです。野崎です。山です。日本のアーティスト名を和訳してみた。今回の曲はですね、はい、日本のアーティストの方、うん、歌手の方、グループ名とかが英語の方っていらっしゃるじゃないですか。はいはいはい。例えばこの我々がケビンズ・イングリッシュルームっていう名前になってるみたいな感じで、うん、こうグループ名が英語になってると、うんうん、そうですね。それを Google 翻訳で和訳したら、うん、まあ、どんな感じになるのかなっていう感じになりまして、いいですね。はい、日本で育ちました私の感覚だと、うん、こうあなんか響き的になんかかっこいいなみたいな印象なのよ、うん、やっぱ基本的に。別に意味とかあんま考えてないの正直、うんうん、サウンド感っていうね。そう、サウンド感でとかなんかおしゃれだなみたいなとか、うんうんうん、実際その英語喋れる人からすると、なんでこういう名前になったんだろうみたいなアーティスト名はちらほらある。あちょっと気になる。なるほど。楽しみではある。なるほど。どんなグループなんだろうっていう。そうもしかしたら結構この日本の人の印象と、うん、その英語圏の人の印象が全然違うみたいな、うん、可能性もね、全然あるかなって思う。あるでしょう、それは。じゃあこちらのビルボードのウェブサイトで、はい、2021年のトップアーティスト100のね、はいはい、ページからちょっと見ていけたらなと思いますので、ちょっとやってみましょう。やってみましょうか。はい、アド。あアドやってみます。アド。アド。アド。騒ぎ、騒音。アドっていう単語あるってこと。ね、ここ出てきてるね。A state of agitation or fuss, especially about something unimportant。 雑音みたいな感じなのかな。そうなんだ。ザーみたいな。でもなんかかっこいいって思うんだけど、ね、どうなんだろう。かっこいいね。こう思われるのもかっこいいなっていうか、なんか歌手っぽくない、なんか。ね、うん、なんかそういう意味で名前つけたのかなみたいな。てぐらい、ね。思えちゃうね。結構さ、ノイジーな声で歌ったりもするじゃん。確かにね。使い分けるじゃん。そういう意味が、なんか、込められてるのかな。かっこいいの。で、これとかどうなのよ、これ。どうですか、バックナンバー。待って、日本のイメージでバックナンバーって言うと結構なんか、かっこいい感じあるよね。ある。なんかこうね。なんかおしゃれ。バックナンバー。バックナンバー急号みたいな、急患みたいなね、うん、そういう意味ではあるから、まあ、そりゃそうだね。そうそう、こういう風に捉えられるあののは非常に可能性高いと思う。少年ジャンプの、うん、なんか戦々集合みたいなのことをさ、バックナンバーみたいな感じでさ、はいはいはい、書いてある時あるじゃん、うんうんうん、やっぱそれのイメージなのかな。そうだね、そのイメージはあるよ。あ、そうなんだ、うん、と昔のエピソードみたいな、うん、でなんかそれもそれでかっこいい。いや、なんかそういう意味を込めてつけたのかと思ったら俺まあでもそうなんじゃない、きっとそうなんだよ、はいはい、ね、名前としてさ、かっこいい感じはあるのかな。私の感覚ではそんなにない。なんか本当に9号みたいな、9号って言ってるみたいな、なんかそういうね。あ、そうなんだ。そのイメージかな。 TWICE。 TWICE だね。で、一応ちょっと見てみる。見てみる。一応 TWICE 見てみようか。倍。まあそうなんだけど、なんかそう言われるとなんか面白いんじゃないかと思ってきちゃう。ね、やっぱあの、やっぱ人のイメージがもう強すぎてさ、ね、かっこいい、かわいい、綺麗なグループみたいなイメージになってるけどさ、うんうん、確かにこの単語だけ見ればこうなんだよね、うん、そうだね。あのグループの TWICE を全く知らないネイティブの人が見たら、うん、2倍って書いてあると思うっていうことさ。それ面白いよね。インパクトあるね、でもね。そうだね。次、バウンディ。これちょっと俺分かんない。こういう単語存在するのか知らない。ない、ね、ないみたいだね、これは。ないね。こういう単語は。まあ、こういうの見た時ってどう思うの？グループ名なのかなって思える。やっぱこれ存在しない単語がこうなんか書かれてると、はい、うん、なんか造語なんだろうな、みたいな。そうそうそう、それは想像するから。あ、じゃあ逆にかなりこう、アーティスト名っぽいっていうか。そうだね。句もあるのかな。そうそうそう、そうもそうも。あ、これはあれで出るんじゃないか、もしかして。かけるまでもないでしょ、この雪だるま。そりゃそうだ。そりゃそうだよ。いや、雪だるまっていうグループ相当可愛いイメージある。あ、やっぱそうなんすね。幼稚園児が歌う曲を作ってる人たちなのかなみたいなイメージ持っちゃうよ。めちゃくちゃ踊るし、かっこいいじゃん、ね、全然そのイメージは持たないよ。やっぱ可愛い印象なんだ。スノーマンは可愛いね。雪だるまよりも可愛いかな、五感的には。まあ同じくらいかな。これは結構印象が違う筆頭かもね、うん、今までの中でも、うん、いや、そうだよね。次、はい、あー、ストーンズ。これは多分ね、ストーンズとは読めないから。そうだよね、ストーンズ。そう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 、これじゃあスペース入れてみると、うん、
シックストーンズ、うん、でもなんか音楽グループなんだろうなみたいな感じはするのかな、うん、そうだね、シックストーンズだったね、めっちゃハモりそうみたいな、あー確かに、わかるわかる、なんかゴスペラーズみたいな、はいはいはい、なんかそういう意味がすごい持たれる気がする、うん、そうだね、ミュージカルグループって感じすごいする、あー、うん、歌って踊ってっていう印象よりはもっとなんかコーラスグループみたいな、そう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 、雰囲気を強いかも感じちゃうかもね、うん、なるほどね、キングヌーヌーの王、やっぱそのまんま、ヌーの王っていうかヌー大王、なんか人の名前って思っちゃうんだけどな、ああそうなんだ、なんかキングドーグとか言われてもなんか、ん？うーん、いや、キングジョーンみたいなの方がなんかメイクセンスするというかさ、あー、はいはい、なんかキングの後は人の名前が来る感じがあるから、なるほどなるほど、だからヌーっていう人の名前なのかなみたいな、ヌーさんっていう王様がいるのかなっていう、そう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 、そういうイメージの方が強いから、だから実際にいる動物ってなるとなんかキングドーグ、キングキャットみたいな、感じなんかしない、なるほどなるほどなるほど、どっちも存在する単語だから逆に意味が分かりづらくなっちゃってる感じもあるかもしれない、余計ね、その感じってさアメリカのグループであったりしないの、なんかこう、いやでもあるある、なんかコールドプレイとか、ああそっかそっか、全然意味が、レッドホットチリペッパーズとかもうんみたいな感じであるから、わけが分かんない組み合わせの、そう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 、だからある意味造語っぽいっていうか、うん、アーティストっぽいから、そうだね、そういうアーティスト名なんだって知ってしまえばこう、あそういうアーティスト名なんだってなるからね、あそっかそっか、それはこう例えばネイティブの感覚でグループ名つける時もなんかあり得るやり方っていうか、そうだね、普通はくっつかない2つをくっつける的な、うん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 、そういうのもあるんだな、ディッシュこれもスラッシュスラッシュスラッシュでもディッシュは確かにな、皿なんだよな、皿っていう印象が結構強いそうだね、そうなんだ、皿っていう印象が強いどんな質問だよまあ、皿もしくは一品料理、あ、うんうんうん、そ、それもね、ある、はい、皿より一品の方が、ね、ううイメージはなんかこ う, う、ね、強いかも ね, ね、もしかしたらこれも印象違うだろうなディッシュってなんかこう意味が最初に来ないで響きが来るからさ、シャンっていう感じがするっていうか、わかるダッシュだそれ、いや、なんて言うんだろうその響き的にはなんかこうすごいシュッとしてる感じがするっていうか、改めて皿って言われるとなんか、あ、皿なんだっていう感じはする、そう、なんとなく印象的に、うんうん、キング&プリンス、キング&プリンス、王と王子、こういう名前の付け方ってあるのかな、あ、クイーンとかさ、確かに確かに、プリンスだっているしね、確かにいるね、全然直感だけど、うん、ボーカルいて、ギターいて、ドラムいて、ピアノいてみたいな、なんかそのイメージがなんとなくある、へー、いや、まあ、クイーンのイメージ感じちゃってるのかな、クイーンに引っ張られちゃってる、そうかもしれないでもだから要はそのクイーンとかと同じ系列のなんかその、なんかそう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 、で、そのイメージに分類されちゃう、勝手に、なんとなく確かにねでもそうだよね、クイーンと同じ発想っていうかさ、うんうん、全然名前っぽい感じはするってことなのかな、俺のイメージなんだけど、うん、日本的な感覚で見るとさ、なんかすごいアイドルっぽい名前じゃない、すんごいこうかっこよくてなんか王子様でみたいな、すごいキャーキャー言われるグループっぽい感じがすると思うな、うん、その感じもある、まあ、そもそもアメリカにはそういうなんていうかな、アイドルをこうキャーみたいな文化はこの BTS より前とかはそんな、うん、まあ、ワンディレクションとかかなみたいなぐらいだったんだけど、だけどそうだったとしても王子様みたいな、このそういう感じでイメージじゃないからさ、うん、日本で捉えるこのジャニーズっぽいキングプリンス感とはなんかまた違うイメージではあるね、うん、そっかそっか、まあ、今思ったけどワンダイレクションもなかなかではあるけど一方向一方向だねなかなかの名前ではあるそうだね、 OK、 ミセスグリーンアップルこれどう思うんだろうちょっとかけてみるよ、うん、一応、まあ、おりんごさんってことでしょうん、そういうことよね。なんか例えばミスターピーナッツとかっていうキャラクターいるんだけど、うんうん、ミスターピーナッツだったらこういうイメージね。こういう感じかな。これがグリーンアップルになってるのかなみたいな、なんかその、そう、そのイメージをするかも。なんかこういうね。こういう感じかな、うんうんうん、これ実際のあれかもね、実際の ロゴなのか、ロゴかも、公式でさこれが出てるってことはなんかもう捉えてるかも、そのああもうマジでこのイメージを持たれる、あなるほど、うん、あこれはイブ、イブ、うん、あ、まあ、どういうふうに捉えるんだろうか、これはディープエールにしてみましょうか、はい、じゃあディープエールでやりますか、はい、イブは前夜祭、クリスマスイブのイブ、そうだね、これって名前っぽいかな、
EVE だけ見て Christmas Eve の Eve とはなんか直結しない気がする。なんか他の意味があっての Eve って言ってんのかなみたいなところはいくかも。なんか Eve って使われるとき何々 Eve って言うんですよ。そうだよね、うん、それ単体で見るとなんかこの Eve にはならないかも、うん、あーそっかそっか。だからタイトルなのかなとかは思えちゃうね。なんか名前っぽい感じするね、ノーベルブライト。ああこれはどうなんでしょうか。どうだろうね。スペース入れてみる。スペース入れてみようか。小説ブライトブライトって輝きみたいな感じ。そう明るいみたいな。明るいよね。小説明るい、うん、小説明るいだよねこれもなんかそのキングヌー的な感じ。ブライトノーボーだったら明るい小説になるんだけど、うん、ノーブブライトだとコールドプレイとか、うん、キングヌーとか、うん、なんかそこら辺と似たようなこうなんか2つの単語が急にボーンって来たみたいな感じかな。なるほどなるほど。隙間スイッチ的なことね。なあ日本語で言うとねそうそうそう。かっこいいもんね。なんかね、うん、逆に名前っぽい感じするね。ワンオクロック。ああ、はいはい、これってどうなんだろう。バッチリ出てくるから出てきちゃうね。すごいね。 BPL でもこれ見たらさ時間の方のワンオクロックをもじってんだなっていう感覚ってやっぱ一発でいくかな。いや一発ではいかないと思う。一発ではいかない。アメリカの人でなんか 1OK Rock って言ってる人も見たことあるし。確かに確かに確かに。なんかだからそうはたどり着かないかも。確かにね確かにね。まず 1OK Rock って読むことがまず難しいか。そうだね。自分たちもそう言ってる気がするわ。 1OK Rock。 そっかそっか。これで名前っぽいって。名前っぽいかな。名前っぽい、うん、やっぱ日本でも名前っぽいし海外でも名前っぽいっていうラインって結構難しいけどすごいね、うん、それが実現してるの、うん、あーオーソムシティクラブねこれとかなんか俺すごいおしゃれな感じするのってなんか字面的にアンとかいたらどうなの。すごいすごいマチクラブすごいマチコンとかでもなんかこのすごい街クラブっていうこの字面ってこういう印象に近い。英語的なすごい街クラブはね、うん、めっちゃ近いそうなんだ。めっちゃ近い。なんかさ俺の感覚だとやっぱ王様していくからなんかもうちょっとなんかこうおしゃれな言い回しみたいな感じがすごいするんだけどすごいよりもこの最高街クラブの方が正確かも。最高街クラブ何のクラブそれ何のクラブなんだろう思ったよりなんかびっくりした。言われてみればその通りだとは思うんだけどさ、うんうん、すごいかっこいい感じするけど。そうだね。そうだね。なんかそのイメージはちょっと違うかも普通にアメリカ人からすると、うん、へえ、うん、そうなんだ、うん、ジャニーズ WEST。 これさジャニーズ WEST ってさ、うん、西暦ジャニーズ西暦2000年のジャニーズえそういう意味なの。 The 何々 WEST ってそういうなんか意味合いがあるのかもね。日本的に言うとやっぱその西日本のってことだよね。そうだろうな。そういうことだよね。関西の、うん、そうだね、うん、でもやっぱこのさジャニーズっていうイメージがもう日本人にあるからさ。そうだね。これアメリカ人からするとこのジョニーさんだからさ、ジョニーの西側みたいなそういうなんかイメージなんだよね。なるほどね。ジョニーの西側うん。ブルーベース。なんかかっこいい感じするけどね。花瓶。花瓶え花瓶ってことなの。ブルームベース、まあ、ベースが花瓶なのかな、うん、そうだね。ブルームがその花的なあれなのかな。かっこいいじゃん。なんかかっこいいな。かっこいいね。イメージ違った。花のイメージじゃなかった。ああ確かに確かに。平成ジャンプね。ああこれはどう出るんだろうか。言葉遊びだしね。おいおいおいジャンプ。どういうこと？でこの予測がおい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 。もしくはおいおいおい。平成おいおいおいなのか。こと？家みたいな。ねえ。出てこないんだ。いやいやいや。いやいやいや。いやいやいや。なんでかいや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 って。なんでだよ。おいでやす。いやいやいや。おいでやす。これはおかしいだろ。おかしいだろ。これはディープエルに問題がある。どういうこと？何いやいやいやって。ああまあまあ。いや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 言うみたいななんか言うかな。びっくりマーク取ったらどうなの？マイワーリーなんだよ。おかしいだろ。なんでだよ。マイワーリーではないだろ。それはおかしいでしょ。え、なんで？え、そう言うの？いや、聞いたことないですジャンプしてください。あ、ジャンプしてください。まあでもこの方が近い気がする。そうだね。うん、ジャンプって言えよみたいなことにはなんない。多分なんかここでさ、フィールド打ったらさ、おい、ジャンプしろしろ、あ、ジャンプと言えよ。ジャンプと言えよ。うん、ヘイ、ピリオド、セイ、ピリオド、ジャンプ。はい、これはね、これはおかしいな。なんで？でもね、そうそうそう、ヘイ、セイ、ジャンプだったらやっぱ、うん、パッと来そうだなって思うのは、おい、言えよ、ジャンプってみたいな。あそのイメージは強いかな。ミスター・チルドレン。
子供さん。そうだね、うん、子供さんすごくなんかね、うん、私の感覚としては、うん、こういうふうに捉えられたなと思う、うん、子供さん子供さん子供さんたち。その感覚ってどういうこと？チルドレンって複数の子供じゃん。そうだね、子供たち。それをミスターでくくってるからさ、子供さんたちっていうのはすごい、この違和感なんだよな。違和感はあるんだ。でもそうだね、おしゃれなね感じはするけどね、うんうん、あ、そっか。でもこれがこうね、グループ名、バンド名みたいな、うん、でこう知ればね、こういう違和感は ある名前もあるよねみたいな、うん、これ思うの。さっきのさ、ミセスグリーンアップルはさ、どっちかっていうとそういうキャラがいそうみたいなさ、うん、そっちに行ったじゃん、うん。これはそうはいかないんだね。これはチルドレンだからさ、うん、なんかジョークで、うん、ハンバーガー大好きなやつをミスターハンバーガーみたいな言えたりもするんだけどさ、うん、なんかそのニュアンスを感じちゃうから、なんかチルドレンがすごい好きな人でみたいな、そのイメージはないよね。全然こう思ったことなかった、うん、ダイス。ダイスか。これなんか The Ice のあれなのかなみたいな。なんか The をさ、ダっていう時あるからさ、はい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 、 The Ice っていう風なこうちょっと表記を変えたバージョンみたいな、うんうんうん、風に感じる、うん、日本人的な逆にさ、ダイスってさ、うん、サイコロっぽい感覚を受けるのよ。その表記がちょっとこう違う感じになってるみたいな、うん、でもなんか英語圏の人にとってはアイスに見えるからさ、逆にこのサイコロのことはイメージできないかもね。そうだね、ハイフンが入ってるし、2つの単語って思っちゃうんだよな。あー、そうだ、ね、The Ice っていうね。しかも DICE だからさ、サイコロだと、うん、そこにもなかなかたどり着けないかもね。確かに確かに確かに、うん、音だけ聞くとね、ダイス、ダイス、そうそうそう、誰かが言ってんのを聞くとね、うん、あ、サイコロのことかみたいなね、うん、となるかもしれない。こちらキスマイフット2ね。これはこれ強烈な名前だと思う。そうだよね。これはこれはどっちかって音で聞いた方がびっくりする、うん、びっくりするね、うん、Hey Kiss My Foot 2。 おい、俺の足にキスをしてくれ2 そうなっちゃうんだよね。攻撃的なすごい名前だと思う。攻撃的なんだ。おいみたいな感じかな。あ、そうなんだ。俺の足にキスをしろみたいな。なんか態度悪そう。へえ、そうなんだ、うん。そういうものすごい罵り文句あるしね。うん、かなり似たような。うん、はい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 、そうだね。そういうのを連想させる感じがあるかもね。なるほど。その印象は全然ないよね。足にキスをしろみたいなのはなんか想像できるんだけど、攻撃性みたいなのはあんまりさ。わかんないなって思う。やっぱ似た感じでね、スラングみたいなのがあるから、うん、余計そうなのか、うん、相手にそのひざまずかせるみたいな、あ、その行為がなんかこのおいみたいな、そのイメージがあるんだよ、すごい。へぇ、だからやっぱそういう感じちゃうんだよね。なるほどね。そう、結構印象違うんだよ。そうね、違うね。こちら、これも来たね。これはどうなんでしょうか。これもすごいでしょ。日本でもなんかね、セクシージョーンってなんか卑猥なあれなのみたいな、なんか思っちゃうみたいな、ね、思っちゃう思っちゃう。翻訳はどうなんでしょうか。お色気ゾーン、お色気、お色気コーナー、お色気コーナー。これね、日本と似てて、うん、プライベートパーツを意味してんのかなみたいな。あ、セクシーゾーンっていう言葉がダイレクトでそのよく言われてる単語とかではないわけだ。変わった言い方だなみたいな感じはするっていう。そうだね、セクシーゾーンとは言わないね。そっかそっかそっか。でちょっとこうひねってある感じはするんだ、想像させる感じ。まあね、ひねるほどのあれはいらない。ここら辺のこと言ってんのかなみたいな、そうそう、もうすぐ想像つく。これはなるほどなるほどエリアの方が人間のパーツ感はするんだけど、ゾーンだとまあ床のここからこのなんかこの面積の部分はみたいなのがゾーンって使うから、それこそこのお色気コーナーみたいなそう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 、服を着てない人たちがいるこの部屋だよみたいな、そういうなんかイメージもあるかな。なるほど ね、すごい名前だよね。でもなんかでも日本でだとアイドルっぽい感じもなんかする気がするんだよね。ちょっともうさ、セクシーゾーン知っちゃってるからもうバイアスがかかってるかもしれないんだけど、うん、ジェニーさんって英語話者だったよね。違うのかな、分からん。だとしたらそのこのお色気コーナーみたいな、うん、その感性を持ちながらこれをつけてたのかなと思って、うん、逆に天才じゃない、逆につけらんなくない、なんか、うん、名前って。そうだね、それを分かってる人って。そうだね、うん、すごいよね。だってそれで受け入れられてさ、もう全然みんなセクシーゾーンセクシーゾーンって言うわけじゃん。そのバランス感覚すごいよね、うん。サウシードック、これはどうよ。サウシードックって名前、サウシードック、サウシーの意味知りたいな。生意気か、生意気な犬みたいな感じなのか。サウシーって言葉って多分意味がパッと分かる単語じゃないと思うの、うん、思わないよね、そういう風には、うん、生意気な犬っていう風に思わない。そうだね、うん、なんか意味聞いてもなんかいい感じじゃない。すいい感じ、いい感じ。生意気な犬っていうロックバンドっぽい、ね、かっこいい感じする。バンプオブチキンね、
鳥缶？鳥缶ってなんだ？鳥缶ってこれなんだよ。このことかな。これのこと？それ鳥缶なの？これでトサカって読むのかな、もしかして。トサカって読むのこれ？トサカなんだ。こう書くんだ。知らなかった。え、じゃあバンプオブチキンでトサカって意味なのか。なるほど。まあだったとしてもアメリカ人的にはなんでトサカなんだろうってなるかも。確かにね。あ、でも俺そのイメージじゃなかったわ。で、バンプってバンプってなんかデコボコみたいな、もしくはなんかそのぶつかることバンプっていう、ね、チキンのぶつかりみたいな、そういうことだからいっぱいでこうやってチキンがこうやってわかんない、他の意味もあるかもね。チキンってなんか弱虫みたいなさ、ビビリアみたいな、なんかそういう意味もあるから、そういう感じもなんかあるかも。そうだね、そうだね。どうでした、いろいろ訳してみて。私結構日本の音楽は全然聴くので、うん、そのまあこういうアーティスト知ってるので、まあ、洗脳されたところあったんだけど、うん、やっぱり改めて考えて J-POP 全く知らない人がこのリストを見ると、うん、んってなるのなんか多いかもって思った、正直。ジャニーズってやっぱすごい変わった名前が多いんだなって改めて思った、ね、確かに。なんかセンスが結構なんか独特っていうか、うん、あとなんか例えばオーサムシティクラブみたいな感じで印象が結構違うみたいなパターンもあったりして、うん、なんかそういうのがこうすごい面白いなと思った、うん、ということで何かあのコメント欄とかで気になるグループ名のとかがあったら、確かにね、またそれをまた調べてみてとか面白いかもしれない、うん、皆さんもやってみてもいいかもしれないし、うん、あの、なんかいいのがあったらやりましょう。はい、はい、ということで、この動画が面白いと思った方はぜひ高評価お願いします。チャンネル登録も合わせてお願いします。ではまたお会いしましょう。じゃねー。海外でさ、うん、日本語名のグループとかいいの？本音とかいるよ、海外の人、イギリスの人だけど。なんとかウィズヤクザみたいなグループもいるわ。へえ、ちょっとそういうのあるんだ、うん、侍なんとか怖いそうだな。なんかダサいね、でもそれだとしたら侍なんとかちょっとね。